2021年9月の9日ですね。お手軽 Wi-Fi っていう100ギガのルーターをやっと手に入れることができました。で、これずっと品切れしてたんですよね。9月の頭に入ってから品切れしてて、なかなか入らなくてですね、昨日かなメールで再入荷しましたっていうお知らせがあって、で、今日やっとね、手に入れることができました。それでこれ、Wi-Fi、プリペイドの Wi-Fi なんですけど、安いんですよね。 で100ギガ付きでこのルーターが手に入ってこれレンタルじゃなくてねあの買取なんですよでこの100ギガっていうのが1年間有効なんですねでこれなんで僕こんなに欲しがってたかっていうと6月にですね楽天モバイルあのメインで使ってたんですけどそれが調子悪くなって5日間1週間ぐらいかな1週間弱調子悪くなったんですねその時にもうどうしようもないんでハッピーワイファイで100ギガのやつ一応契約 して今2ヶ月ぐらい経つんですすけど楽天のやつが今今元にに戻ってですね今普通に使える状態なんですよでここでハッピー w i f i 解約するのはいいんですけどまたいつ楽天が調子悪くなるか分からないんで怖いんですよね。かといってそのハッピー w i f i の100ギガのやつをお月3000円払ってずっと契約するのもなんなんでせっかく今ね楽天まだ僕無料期間なんで。 使いたいんですよ。で、その保険として、保険としてですね、このお手軽 Wi-Fi、すごいいいんですよ。なので、これ、すごい欲しかったんですね。で、ずっとこれ、切れててですね、もう、あの、今日、再販したんですけど、切れてます。また切れてます。昨日ですね、この Yahoo ショッピングのところからですね、再販の知らせがあったんですよ。 この度はお手軽 Wi-Fi ご覧いただきありがとうございます。若干数ではございますが、9月9日17時より再販させていただく形になりました。この機会にお求めくださいっていうあのの内容なんですね。で、これね、このクラウド Wi-Fi って僕よくわかんなくて、ルーターのね、U2S ってあの、 どんな時も Wi-Fi とか、まる Wi-Fi でよく使われてるあの例のルーターなんですけど、これ買えばね、ここの SIM 使え、このクラウド Wi-Fi 使えるのかなと思ったら使えなかったんですね。で、これちょっとあの僕質問したやつなんですけど、ルーターとデータセットの商品購入したいんだけど、品切れしてるんで、この他、このルーターをね、他で買ったら追加通信データのみで購入可能でしょうかっていう質問をしたら、これはできませんよっていう回答を来たんですね。 なんで、あの、ちょっとしばらく待ってたら、一応、また入ったと。で、これねは、もう入んないと思ったんですよ。やっぱり質問されてる方が結構いて、ね、いつ入荷になるか分かりませんっていう回答多かったんですね。だからこれもう入んないんじゃないかなと思って、ちょっとね、諦めてたんですけどね、昨日、たまたま連絡が来て、入荷しましたっていうことで、えー、今日17時になってね、速攻で買ったんですよ。今回ね、結構、多分入荷台数が少ないんで、 すぐ売り切れるんじゃないかなと思ってもう今日のね17時から発売っていうことになってたんでスタンバイしてたんですよ5分ぐらい前からねカウントダウンで購入することができましたそれでねこれ多分ね10分ぐらいで売り切れたんじゃないかなと思うんですよねなんかねお一人様20代限りって書いてあったんでどのぐらいの数が入荷してるかっていうのはちょっと不明だったんですけどこのメールっていうかあの 回答を見るとですね、若干数ではございますがって書いてあったんで、かなり少なかったんじゃないかなと思うんですけど、でもそれでもまあ別に100台以下とかね、そのレベルではないと思うんですけどね。あるいはその転売目的で買い占めしてる人いたのかどうかっていうのはちょっとわかんないんですけど、とにかくね、10分ぐらいで売り切れてたはずなんですね。これちょっとあの、携帯のスクリーンショットを撮ったんですけど、17時から発売で、 11時に僕買ったんですよ、これ。で、もう一回ですね、17時19分にこのサイト開いたら、もう在庫なしになってるんですね。で、入荷通知もできるんで、多分また後で入るのかなとは思うんですけど、これね、お一人様20点限りなってるんで、まあ、少なかったんですぐ売り切れたのかどうかはわかんないんですけど、これちょっとびっくりですよね。なんかね、僕あの、グレーのやつ欲しくてちょっと待ってたんですよ。 まあ、ピンクのやつもね、ちょっともう買おうかなと思ってね。<laughs> もう一回買おうかなと思って開いたらこれ、売り切れになってたんで。まあ、これだって、この価格だったらね、2台あってもいいと思ったんですよね。1年間有効で、それ使い切った後にデータ追加するに多分タイムラグがあるんで、もう一台あればね、あのスムーズに使えるかなと思ったんですけど、もう切れてました。で、これ見続きね、もうガチョーンですよね。ガチョーンですよ、これだって。19分で売り切れるかっちゅう話ですよね。かなりもう人気なのかなっていう。 えー、思いましたでさ、えーとね、先月は、ね、8月末の段階では、ね、まだピンクじゃないや、ゴールドは売ってたんですよ、うんで。9月入ってからもう全部品切れになって失敗したなと思ってたんですよね本当ガチョンでした、ね、これね。ガチョーンってわお分かりですかね。えー、ちょっとかなり古いんですけど、うん、谷慶さんのギャグでね、えー、今はお亡くなりになった、えっと、あの釣りバカ西で、ね、あの佐々木課長の役してた。 谷さん <laughs> 超ですよはいそんなわけでね、えー、と一応、今日やっと手に入れたんで、ちょっとね届くの楽しみにはしてるんですけど、これ、追加のねデータも、えー、これ、追加のデータもですね10ギガ、50ギガ、100ギガあって、昨日一おとといまで100ギガ切れてたのかな、なので、あのやっぱりソフトバンク系なんで、これね、若干、安定供給ができないところは、おそらくあるんじゃないかな 今回もあのルーター付き熱、データ付きのルーターっていうのは、まあ、も,もともと30、50、100ってあったんですけど、今回50と30ってはもう品切れそのままなんですよ。100ギガだけ再販してたみたいなんですけどね。まあなんとかね、手に入ったんでよかったんですけど、一応これ再入荷待ちってまた表示されてるんで、販売期間がね、 今日から22日までになってるんで、多分22日過ぎ、えー、9月の末になったらまた再販はね、するんじゃないかなと思います。えー、チェックさ、えー、っとね、ちょっと気になる方はね、これ、チェックされてた方がいいですね。ほんとね、安いです、これ。マジに安い。多分他の業者がこれやってないっていうのはね、かなり希少なんですよね。プリペイドあるんですけど、あの、なんかね、すごい高いんですよ。100ギガで、いえー、半年。 3万とか4万とかねそういうレベルなんでこの価格はねなん,かなんか事情があって出してるのかどうかわかんないんですけどかなり要チェックでしたねはい今日は以上です